海老名から、お知らせというか報告がございます。昨年ですね、海老名ザライブ2022で発表しました海老名オーディションがですね、約8ヶ月の、オーディション期間を経て、ついに今日選ばれたメンバーが結成デビューします。早速なんですけども、そのメンバーに今日今から登場してもらいたいと思います。レッツゴー。さあさあ、イエーイ。ハガシュート、イエーイ。シュート高桑実之、イエーイ。近藤俊太、武田壮成、フラッシュフラッシュ、高岡美濃、森田陸、すげえフレッシュ。さあ、ということで以上メンバーが全員出揃いました。彼らのグループ名はこちらです。リエネル、リエネル、イエーイ。さあ、いいね、いいですね。皆さんざわざわしております。新しいグループの誕生を目に焼き付けてください。それではちょっと早速なんですけども、リエネルに一人ずつ自己紹介してもらいたいと思います。よろしく。僕たちはリエネルです。18歳の羽賀修斗です。17歳近藤俊太です。16歳高岡美濃です。16歳森田陸です。14歳武田壮成です。13歳高川沙織です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。すごい、めちゃくちゃフレッシュですね。フレッシュ、素晴らしい、素敵。今日はですね、リエネルのみんなに僕たちからちょっと発表というかサプライズがございます。なんとですね、4月30日日曜日0時00分よりデビューシングルラブコミュニケーションリリース決定。おすげー、聞いてなかった。聞いてなかったです。サプライズです。やばもう間もなく配信リリースされるよということで、皆さん興奮冷めやらぬ。はい、どうですかミロ、サプライズ発表でしたけども。すごい発表で、すごい今心臓ドキドキしてます。はい、このグループでね、お客さんの前に立つのも初めてで、こんなに大きいステージで、そしてこんなにたくさんのお客さんの前でっていうのは本当に緊張してるんですけど、これから海老名の一員として精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速ではありますけどもね、皆さんもリエネルのパフォーマンス見たいと思うので、見たい、早速デビュー曲ね、披露してもらいたいと思います。リエネルよろしく。僕たちのデビュー曲です。聴いてください、ラブコミュニケーション。